まあ、関東で今話題のものといえば、この山瀬231系、等5万6編成、まあ、いつ運用を離脱するのか、そして、ラストランはいつなのか、ということなんですが、まあ、今回の動画はラストランをいつとか断定するわけではないんですけど、まあ、運用離脱というものは、どのようにして行わなか、また運用離脱のタイミングなどについて、僕の知っている情報をお伝えしたいと思います。まあ、列車にはですね、また列車、電車には、 ま、車両をね、点検する日。まあ、法定検査の日というものがあります。車で言うところの車検です。まあ、検査期限は忘れましたけど、当然、この電車にも検査期限というものがあります。何年何月まで。その、えー、ま、死行検査とかいうものとか、いうのは、まあ、大体あの、車両センターとかできるんですけど、大規模検査。例えば、 全般検査、いわゆる全検と言われるもので、これは限られた工場で行う、行われています。車両センターではできません。例えば、JR 最強線を走っている2 3 3系7000番台であれば、これの工事の場所がですね、東京総合車両センターという、この山手線の所属している車両センターの脇にある工場、まあ、大井工場ですね。大井工場 今、大井工場と言わないのか、が、えー、検査の場所となっています。また、えぇ、ー、機動車列車や、まあ交流列車などは、えー、郡山工場、えー、と言われるですね、えー、ものに行くことになってまして、同じ東京を走る、例えば、まあ E231 系の、近郊型車両、まぁ、あ、宇都宮線、高崎線、東海道線などに見られる、あの車両は、えー、東京工場で、 基本的には通勤型車両は全般検査されているのに対して、同じく、えー、近郊型車両であり、同じ区間をね、走っている常磐線の E531 系車両については、高直流電車ということで、郡山工場が定期検査の場所になっています。また、えー、改造入場、まあ大規模な改造を受ける場合は、まあ東京工場、まあや、まあ大宮にも工場があるんですけど、大宮、 などにプラスして、長野、そして秋田、青森と、青森、あ、郡山は基本的に直流列車を改造を行わないんですけど、まあそういうところに電気管車が引っ張っていって、また自走で向かって改造をするということがあります。今回は改造のことではないんですが、運用離脱、ちょうど今同時期に205系の武蔵野線の運用離脱が始まっています。まあ、 最初の頃はですね、もうみんな何が離脱するか、次何が離脱するかというのはみんな分かっていました。それはなぜかというと、検査期限が早い順に離脱をさせていくからです。まあ JR 東日本としてもですね、例えば2020年の6月の1日までが検査期限の電車だった場合、5月31日までは運転できるわけですよ。 なので、5月31日まで走らせておけば、列車というものを古期使うことができる。つまり、検査期限ギリギリまで使うことによって、新しい車両の検査期限を先延ばしにすることができる。というのがあります。検査を受ける基準、いわゆる全般検査を受ける基準は、走行距離、または、えー、走行距離がですね、まあ、いわゆる日付になります。 基本的に関東などで走っている列車については、まあ、日にちですね。何年何月とかいうものよりも、基本的にはですね、検査期限よりも、どちらかというと、車両の走行距離で決まる場合が多いです。まあ、いわゆる、検査期限が来るまでに、走行距離の基準が全般検査、いわゆる検査入場をする、えー、タイミング、 えー、まあ、早く当たってしまうので、走行距離をいかに離脱するまでに稼ぐ。まあ、逆に言うと、えー、例えば食べ放題、自分が食べ放題行ったとして制限時間いっぱいに食べたいじゃないですか。なので、まあ、その距離をね、どのぐらいまで稼ぐかっていうのが、まあ、ここがまあかなりね、えー、重要なところというか、それがま一番電車の運用としてお得に使うところなんですけど、 えー、山本線の E231 系も例外ではなく、検査期限の入場。いわゆる、検査期限を、これが検査期限が、統合円は検査期限が何月だか忘れたんですけど、検査期限の入場よりかは、えー、走行距離で入場ということになります。そして、まあ、黄色曜日になって帰ってくるんですけど、えー、走行距離の、えー、入場の基準がわからないんですけど、この電車ですね、実は、 えー、終夜運転、山本線やってましたよね。えー、終夜運転をする予定になっていました。しかし当日ですね、確か浜松町駅かどっかだったと思うんですけど、線路内に人立ち入りがありまして、えー、列車の運用が、円発整理という、えー、システムによって変わってしまったんですね。円発整理のシステムは、また後で置いときますけど、運用が変わってしまったことにより、終夜運転の運用にはつかなくなってしまったんですよ。 まあこれはどういうことかというと、本来終夜運転で距離を稼ぐ、つまりギリギリまでこいつを食い尽くしてやろうと思っていたのですが、終夜運転に入れることが残念なことに運用変更によってできなくなってしまった。そうなるとですね、本来離脱していた、離脱しようかなと思ってた日、 日に、まあ、離脱させてしてし、離脱してしまうと、思っていた走行距離よりもあんまり行くことがなく、えー、いわゆる工場に入場してしまうち、ね。ちょっともったいないことになってしまうんですね。まあラストランを先延ばしというわけには、まあないと思うんですけど、このおやわせの E231K、まあ本日ですね、朝の運用で終わっています。そしてまあ一説によると、 離脱ししたののででははないいかという噂がが立ってておりまま明日18日18大崎駅の方でイベントが行えす当初は確か車両展示の予定が書いてなかったと思うんですけど4番線でイベントをやるということで、まあ、多分車両展示を行うんだろうなというのは大体の方が察したと思うんですがそれがですね会場が変更になりまして改札の上のコンコースまた改札を出たところで物品販売ということになりました まあ、山本線のね、231系ヘッドマークがついてから、まあ、多数の取り鉄が来まして、まあ、僕の、僕もその一人ではあるんですけど、まあ、沿線各地でね、まあ、問題だったり、何かと危ないところがあったりとか、まあ、いろいろあったわけでございます。まあ、明日は山本線にね、大量の、まあ、オタクの皆さんが来ると予想されますので、もしかしたら、まあ、明日は多分運用に入ることは、まあ、こんな帽子も多分ないのではないかなとは思いますが、 もしかしたら日曜日、また月曜日に運用を復帰する可能性は僕は十分にあると思います。えー、ツイッター上では24日、25日、まあどちらかが離脱、まあ TK 入場の日であろうと言われておりますが、えー、まあ24、25の可能性もありますけど、山本線のですね、E231 系のこのポスターに、えー、大崎駅でイベントを行いますというポスターに、山本線の E231 系は、 1>, 1月をもって総武観光船に転属をしますと書いててありました1月をもってという表現つまり1月中に消えるというのも噛み砕いて多分言ってると思うんですけど1月中ということはまあ 31, 月の、ね、31日に消える可能性もありますしなんなら今日消える可能性もあります。 だかからまあそれについいてはまだ何もわかんないですただ一つ言えるのは終夜運転の運用に入っていないがために若干走行距離が当初想定していた走行距離よりも少なくなっているということはほぼ確実のことだと思われます。えまあ、山手線のね E231 系の残りわずかな活躍多分僕の予想ではまあやっぱりあと1週間したらまあいなくなるのではないかなとは思っていますがえちなみに TK 入場についてですが え、朝の運用で、まあ、離脱した場合、平日の朝の運用で離脱した場合は、だいたいまあ、昼頃、まあじ、例えばまあ、だいたい8時半とか、そんぐらいにまあ、車庫に帰ってきた場合、あの、11時、12時ぐらいに、大崎の車両センターが出てきて、工場に入るという大崎駅を使った入れ替え作業を行う場合があるんですが、えー、やっぱり、いろいろね、 あると思うので、例えば、それ、その、当日中に工場に入れる場合と、何日間か車庫に寝かせておいて、何日後かに出る、工場に入る場合があるので、もし今日離脱した車庫にいるとして、もしかしたら24日に、25日の日に、工場にね、入れる可能性もありますそれはわかりませんが、 まあ、とりあえず走行距離が短くなっているということをお伝えしておきます。というわけでご視聴ありがとうございました。